ジャガー XJR-15 フルカーボンのインテリアジャガー XJR-15 は1990年から1992年にかけてトム・ウォーキンショーレーシングがジャガーブランドで開発、製造したスポーツカー。最終生産台数は53台。もともとは TWR が F1 のサポートレースとしてポルシェ社による ポルシェカップに類するジャガー社によるワンメイクレースを企画し、そのレース用の車として当初50台限定の予定で開発されたという経緯を持つ。そのため行動走行が可能なスポーツカーでありながら、本来ジャガーの純レーシングカーに与えられる XJR の型番が付けられる車となった。レース車には当時世界スポーツプロトタイプカー選手権にある万24時間レース。 当に参戦していた XJR-9 が選ばれ、フレームやサスペンションなどは XJR-9 と共通となっている。デザイナーも XJR-9 と同じトニー・サウスゲートが務めた。オリジナルは6リットル V12 サイ 1C エンジンを搭載し450馬力を発生する。 これもインスサシリーズに参戦していた XJR-9 用のエンジンをデチューンしたものでチューニング次第では700馬力まで出力を上げることも可能だったという1991年には実際に XJR-15 によるワンメイクレースがモナコグランプリ、イギリスグランプリ、ベルギーグランプリと参戦開催されたその高い性能はほぼ同時期に ジャガーが発売した XJ220 と比較され、XJ220 が V6 ツインターボエンジンを搭載したのに対し、こちらは V12 エンジンを搭載したことからマニアの人気を集めた。また当初より市販車として開発された XJ220 に対し、XJR-15 はその成り立ちから、純レーシングカー並みの高い性能を持ちながらも、 行動走行が可能だったため、フラッグシップスポーツカーとして、XJ220 をプッシュしたかったジャガーの思惑とは裏腹に、XJR-15 が実質的なフラッグシップの地位を占めてしまった。そのため、販売面だけで言えば、結果的に XJ220 の足を引っ張る存在となった。実際、TWR とジャガーは、本社の販売終了と時を、 同じくして、関係解消に至っており、特大寺有恒は、トムは売ってしまったので、激凛に触れたんだろうと指摘している。ただ乗用車として考えた場合の居住性能は悪く、走行中でもドライバーの顔面を熱風が襲い、時速 100km 以下の低速だとラジエーターの水温がすぐに摂氏110度を超えるという。車内には、ヘッドホンタイプのレシーバーが装備されているが、 これも、車内の騒音がひどいため、レシーバーがないと会話すら、ままならないためである。後に、XJR-15LM と呼ばれる、エボリューションモデルも開発された。こちらはエンジンが、XJR-12 に搭載されていた、エンジンの発展形である 7.4LV12 に変更され、出力も760馬力まで向上している。 日本には少なくとも1台が並行輸入され、カーグラフィック1991年9月号において、笹目二郎による試乗機が掲載された。また2007年には、日本国内のブログにて、LM バージョンの同乗機が掲載された。2017年現在、LM バージョンとして生産された前後台が、日本国内に存在するという。1997年には、 日産自動車とニスモが TWR と共同でルマン24時間レース参戦用の車として日産 R390 を開発した際に XJR-15 がベース車種となったと伝えられている。また2005年には東海大学がルマン24時間レース参戦のスタディカーを作成したが XJR-15 がベースにされているという。 ありがとうございます。